皆さんこんにちは、サイバモエです。新エヴァンゲリオンご覧になりましたか？私はですね、最初のテレビシリーズの再放送ブームの時に語学友からビデオを借りて最終話まで見たのですけど、意味がわからず、まだ最新作を見る段階にありません。ですが、最初はバカにしていた魔法少女マドカマギカにハマった経験がありますので、数年後にはエヴァについても熱く語っているかもしれません。それはさておき、ここ第三村の駅から仮想城を見に行きましょう。駅から少し東に進み、脇道に入り、住宅や曹洞宗のお寺の脇を通り、アクラ川沿いに山の中に入っていくと見えてきました。縦長に建物が並んでいて、一番奥が仮想塔のようです。一番手前の待合室の中の様子です。第三村ではなく、天竜は杉の産地なので地元の杉を使っているのでしょうね。ちなみにこの建物は他の建物より後から作られたようです。待合室からは屋外の渡り廊下を通って仮想塔と行き来する作りです。屋根がついていますが、横殴りの雨だと濡れてしまいそうです。屋外廊下に屋根がない仮想城もありますので、これでも立派な方ですね。この渡り廊下やその左のもう一つの待合室のあたりに、仙台施設二俣町営仮想城というのが1934年から建っていたそうです。現在の施設は1974年に建て替えられたものです。こちらが仮想塔に近い方の待合室です。こちら初号機の方は天井や壁に杉が使われていません。待合室側から見た仮想塔です。排気塔が目隠しされていますけど、もともとは高い煙突を備えていました。私の頭の上に煙突が伸びているのを想像してみてください。今でも残っていたらそういう風に見える取り付け方だったと思われます。仮想塔は無機質な印象を受けますが、待合室からも見える植栽は丁寧に手入れされています。そういう利用者への配慮もされているため、1974年よりもう少し新しいと思っていました。調べてみたら意外と古かったので驚きました。おそらく木造だったであろう仙台施設のことを想像すると、味気ないコンクリート作りだななどと思ってしまいます。しかし、この仮想城も先は長くないそうです。そう遠くない位置にある浜北西城への集約化が検討されているそうです。貴重な物件としてありがたく拝見いたしましょう。霊柩車以外乗り入れ禁止と書いてあります。かすれて読みづらくなっても置き続けているのは味があってよろしいです。道路が舗装されているのは仮想城までですが、さらに山奥に林道が伸びていて、どこかに抜けられるようです。私が参拝をしている間にもライダーが駆け抜けていきました。林道側から見た裏側の様子です。正面側に戻って仮想塔の左側を通って裏に回ってみます。残骨入れの上に仏像が立っています。これは根拠の全くない推測ですが、仏像は仙台施設のものを引き継いでいるのかもしれません。仏像の裏側の様子です。作業室だけだと職員さんが事務作業をしたり、物を置いたりするスペースが確保できないのか、後付けの小屋がいくつかあります。浜松市と合併する前は西城ではなく仮想城と名乗っていました。こういう名残を見つけると嬉しくなります。最初は裏側のこのスペースに仙台施設が建っていたと思ったのですけど、お伝えした通りここではなく待合室や植え込みのあたりにあったのが正解です。先ほど通り抜けた仮想塔の側面はガラス窓があり、中の様子を確認できます。仮想炉は3基設置されています。当初は人体用仮想炉2基、小動物焼却炉1基という記録がありますので、炉の入れ替えがなされているようです。その時に煙突もなくなったのかもしれません。集
収骨室はないようなので、あの機械を使って炉前で収骨するのでしょうね。奥には祭壇があり、十三仏来往図が飾られています。センターは釈迦如来でしょうか。天井のシャンデリアは燭台と同じデザインですね。人はなぜシャンデリアを見ると興奮するのか気づいてしまいました。最近の仮装場では間接照明が主流になっていて、こういうのを見ると昭和テイストを感じ取るからですね。はい、結局ここ天竜区がどういう風に第三村のモデルになっているのか解明できず、エヴァの聖地巡礼にはなりませんでしたけど、仮装場には仏像や仏画があり、本当の意味での聖地巡礼になったと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。それではさようなら。